制御理論の説明をまとめた動画です。それでは、モデリングについて説明をします。ある制御対象が与えられたとき、それに入力を引火すると、それに対して出力が得られます。また、別の入力を引火すると、それに対応した別の出力が得られます。このような入出力の関係を数学モデルとして表すことをモデリングというふうに言います。数学モデルの種類としては、制御工学においては伝達関数や状態方程式などが挙げられます。また、これらの求め方ですが、一つは物理法則から求めるという方法があります。また、システム動程というパラメーターを入出力関係から求める方法によってもモデリングがなされています。それでは、伝達関数について説明をしていきます。この G というのが、例えば制御対象やシステムの伝達関数を表すものであり、S の多項式の形で分子と分母がそれぞれ書かれています。これをマトラボによって記述する場合は、例えば M が5で N が7の場合は、このような記述になります。この時、この GS において N と M の大小関係は N 大なりイコール M となっており、 N、M ともに自然数であるのが一般的な形になっています。そして、この時 N イコール M の場合を総プロパーなシステム、 N が M より大きい場合を厳密にプロパーなシステムというふうに言います。 N イコール M の場合は直達成分を持つ、直達項を持つというふうに言われます。そして、この分母多項式の根の実部がすべて負であれば、制御対象が全近安定であることが知られています。この極を調べるためには、ポールという関数を使います。それでは、状態方程式について説明します。制御対象をモデル化する一つの方法として、状態方程式による表現があります。状態方程式では、状態ベクトルと呼ばれる縦長のベクトルを用います。このベクトルの要素数は次数と呼ばれています。制御入力は U、制御出力を Y とし、それぞれ時間の関数として表します。状態方程式はこのような形で表されていて、A、B、C はそれぞれ1入力1出力の場合には N 字の正方行列、N 字の縦ベクトル、N 字の横ベクトルとなり、こちらは左辺が X の時間微分、右辺に AX プラス BU が現れる、そういう方式になっています。制御系の安定性について説明したいと思います。制御系の安定性は、状態方程式か伝達関数でそれぞれ見方が変わってきます。まず、このように状態方程式で表現された場合は、この A 行列の固有値の実部がすべて負であることが、制御対象が全近安定であるための必要十分条件になります。仮にこの中の固有値が1つでも正の値になっている場合には、状態は発散することになります。次に、伝達関数を見ます。伝達関数では、分母多項式を考え、これイコール0となるような式を考えます。それを満たすような S の解ですが、それの実部がすべて負であれば、制御対象である伝達関数は安定になります。これが全近安定になるための必要十分条件になります。そして、これらの条件はマトラボの関数で簡単に書くことができ、例えば状態方程式の場合は、AIGU の A というふうに書けばいいですし、このマトラボの関数において、この伝達関数が TF という関数で伝達関数を記述した場合は、ポールの G という形で、表現することができます。で、その実部がすべて負であれば、K が安定になるというふうに言えます。それでは、連続時間システムの離散化について説明します。制御系を連続時間系の枠組みで構成し、コントローラーを設計した場合、それに対して実装するときには離散時間系で扱う必要があるといったケースがあります。そのような場合には、連続時間システムを離散時間システムとして変換する必要があります。例えば、状態方程式として、このように連続時間の状態方程式が与えられた場合、これに対して離散時間の表現はこのような形になります。ここで、連続時間の状態方程式から離散時間の状態方程式への変換は、例えば、連続時間の状態方程式の解の構造から離散時間系に直したときに、入力が0次ホールドされるという過程で、サンプル点上では、この両者で一致するような離散化が可能となります。また、この
X ドットの部分を単位時間あたりの状態の現在地から未来の値までの差分というふうに捉えてやると、そこから連続時間の微分方程式に基づいて、離散時間の状態方程式へ変換するという変換が可能になります。また、伝達関数表現におきましても変換を行うことができ、伝達関数表現では、Z というシフトオペレーターというパラメータを使って離散時間の伝達関数が表現されています。この連続時間の伝達関数から離散時間の伝達関数への変換においては、この S に総一次変換というものを施すことによって、簡単に伝達関数表現を求めることができます。それでは、離散時間システムの安定性について紹介をしたいと思います。離散時間システムは、例えば状態方程式ではこのような表現に、伝達関数ではこのような形の表現になります。そして、これに対して安定性として3種類紹介します。まず、こちらの A 行列の固有値は制御系の極になりますが、これがすべて単位円内に入ることが、この離散時間システムが全近安定となるための必要十分条件となります。連続時間では、左半平面に極が配置される、すべての極が配置されるという条件だったのが、離散時間では単位円内という形になります。また、別のアプローチとして、離散時間のリアプノフ方程式が知られており、このような方程式で考え、P が正定、かつ Q が準正定の形になるような条件を満たす場合に安定性が成り立ちます。一方、伝達関数表現におきましては、ジュリーの安定判別法が知られています。これは、ラウス・フルビッツの安定性判別法の離散版と言えます。それでは、非線形システムの線形化について説明します。線形システムは、状態方程式表現でこのように書かれ、非線形システムは一般にこのように書かれます。この時、線形システムに対しては、解析や設計など様々な手法が研究されていて、設計の様々な、理論が適用可能です。それに対して、線形システムと比べて、非線形システムの場合は解析や設計が困難なことが多いといったことから、線形化を行い、その線形化されたシステムに対して、うまくいくような制御器を設計する。で、それを非線形の制御対象に適用するといったアプローチが一つあります。そしてそのような線形化の一例として、近似線形化が挙げられます。近似線形化では、ここにある FXU というこの項を、近似します。具体的には、例えばテーラー展開を行った場合、定数項と X の一次の項、U の一次の項といった形で出てきます。そのような形で与えてやると、AX プラス BU として線形システムの枠組みで扱うことができます。この近似を行う際には、動作点の周りで線形化を行う必要があります。それでは、非線形システムの線形化について説明します。ここでは、線形化の第2回目として、フィードバック線形化について説明します。ここでは、この非線形システムが状態数1の一次のシステムとして与えられている場合を考えます。この時、入力 U として、このように、非線形のフィードバックを施し、この新たな入力 V というものを用いて、このような形でフィードバックしてやります。そうしてやると、この入力を引火されたシステムは、X ドットイコール V という形で書くことができ、これは線形システムの一種となります。このような形で、状態、非線形のフィードバックを施すことによって線形化するものを、フィードバック線形化や厳密な線形化、出力ゼロ化などというふうに呼んでいます。ここでは状態が1のケースを説明しましたが、状態が工事の場合にも設計論がいろいろ展開されています。外乱や誤差に強くする保証器の第1回目として、外乱オブザーバーについて説明します。制御系が与えられたとき、制御対象の代わりに制御対象を保証するこのような構造を考え、この保証されたシステムを制御対象の代わりに利用するといった手法が取られます。これによって外乱や誤差に強く、制御系を構成することができます。その一つとして外乱オブザーバーが挙げられます。外乱オブザーバーでは保証の構造をこの形にしています。ここでこの P を通った出力 Y を用いてそれを制御対象のモデルの
逆システムに引火します。それによってここから出てくる信号としては理想的には入力 U と外覧 D の影響が現れます。それと入力 U を差し引きし、フィルターを通してフィードバックする。そのような構造をしています。このため外覧の影響をこのフィードバックによって抑制するということが可能になります。このフィルター D としては基本的にはオールパスフィルター、もしくは低域通過フィルター、高周波遮断フィルターのようなほとんどの周波数で1で、弦が1で位相がの遅れがないようなものを設定するというのが有効になります。外乱や誤差に強くする補償器の第2回目として、モデル誤差抑制補償器について説明します。制御系がこのように与えられたとき、制御対象を制御する代わりに、このような制御対象とそれを補償するための補償器から構成される、このような P' を考え、それを制御対象の代わりに利用するといったことで、外乱やモデル化誤差に強くする制御系を構成することができます。その一つとしてモデル誤差抑制補償器が挙げられます。この補償器では制御対象とそれを数理的に模擬したモデル P を用いることによってこの信号の差し引きをフィードバックするという構造になっています。そして基本的にはこの補償器 D は外乱オブザーバーの場合とは異なり、ハイゲインのフィードバックを施す。この D はハイゲインの補償器にすることが理想として挙げられます。この時、この入力から出力までの伝達関数と、入力からモデルの出力までの伝達関数の差を表現した時、分母にこの影響が大きく現れることから、ハイゲインにすると誤差の影響を小さくできるというのも理論的に見ることができます。これによって制御系の構造的な意味でのロバスト化を実現することができます。それでは、情報的不確かさについて説明をします。このシステムの表現は、ロバスト制御で使われる表現になっています。P が制御対象の高照値、ノミナルモデルであり、W は安定な伝達関数、デルタが大きさが有解で安定な伝達関数となります。そしてこのデルタは、こちらの大きさが任意の周波数で1以下という条件を満たす任意のものを表現しています。そしてこの不確かさの大きさを表現するために重み W というのを用いており、これの形状によって制御対象がどれぐらい不確かな可能性があるのかという部分を表現しています。例えば W を0とすると、モデル化誤差がないようなシステムを表現することができます。この情報的不確かさ表現は、ノミナルモデルに対する相対的な変動を表すモデルとなっています。それでは、下方的不確かさ表現について説明します。この表現は、ロバスト制御においてよく使われる表現であり、P をノミナルモデル、高照値として、W を安定な伝達関数。これは固定の伝達関数です。で、デルタを大きさが有解で安定な伝達関数の集合として与えています。この伝達関数は大きさが1未満、1以下、任意の周波数で1以下というような特性を持った任意の伝達関数の集合を表しています。それによって制御対象全体の空間も、有解な集合を持った形で表現することができます。そしてこの表現を使うことによって、この W の大きさを様々に変えることによって、モデルの不確かさの大きさを表現することができます。例えば W を0とすると、ノミナルモデルとしてモデル化誤差がないようなモデルを表現することになります。この下方的不確かさ表現は、ノミナルモデルに対する絶対的な変動を表すモデルとなっています。それでは、スモールゲイン定理について説明します。ここでは、P および C のシステムについて、フィードバックループを考えます。ここでシステム P およびシステム C が、それぞれ LP 安定であるとします。この LP 安定っていうのは、L1 や L2、L インフィニティなどが含まれます。そして、この P の LP ゲインをガンマ P のこのような形で与え、C の LP ゲインをこのように与えたとき、それらの積が1未満というのが、このフィードバック系が安定であるための十分条件となります。ここで、例えば L2 ゲインのケースを見てみましょう。P の L2 ゲインと C の L2 ゲインの積が1未満というのは、ナイキストセンズで考えたときに、この半径が1の円の内側にナイキストセンズが入るということを意味しています。
今 P と C はそれぞれ安定ですので、マイナス1を囲まずに内吉と先頭が描かれることになり、これによって内吉との安定判別法から安定性が言えています。スモールゲイン定理は、これが LP ゲインの場合について成り立つような定理であり、ゲインに関する条件を示しています。スモールゲイン条件は、ロバスト安定解析などで利用されます。それではシステムのポリトープ表現について説明したいと思います。制御対象が x ドットイコール ax プラス bu と与えられているとき、このシステムの不確かさを表現する方法としてポリトープ表現があります。ここでラムダ i という係数、正の係数の和を1というふうにします。総和を1というふうにします。その上でこの係数、ラムダ i を用いて、さらにAI, BI というパラメータ行列を設定します。そして A 行列をラムダ i かける AI のサンメンションを取った形、B 行列をラムダ i と BI のサンメンションを取った形と考えます。これによって様々なラムダ i に対してシステムの特性を特徴づけるということで、不確かさを表現することができます。この AI、BI のことを単点行列とも言います。そして、例えば、このようなリアプノフ方程式を考えたとき、仮に共通のリアプノフ行列 P というものを用いて、QI と P が正定となるような式を求めることができたとします。そして、それを任意の I について求めることができたとしますと、これによって様々な不確かさを含んだ A について、システムの安定性をこのように言うことが言えます。このようにシステムのポリトープ表現は LMI などとの親和性も高く有用な表現になっています。それでは H 無限大ノルムについて説明します。まず伝達関数 GS が与えられている場合を考えます。ここでこの伝達関数 GS に対して H 無限大ノルムはこのような形で与えられます。これが伝達関数のゲイン線図となっています。このゲイン線図における最大の振幅となるような点での振幅のことを H 無限大ノルムというふうに言います。この H 無限大ノルムはロバスト制御でよく用いられる指標になっています。マトラボの関数としては、ヒンフノルムという関数を使えば一発で値が求まります。それでは、H2 ノルムについて説明します。ここでは伝達関数 G が与えられているものとします。H2 ノルムは周波数応答の原因の事情面積を考え、その平方根を取ったものになります。また、パーシバルの定理という定理を使ってやると、G のインパルス応答の事情面積の平方根と等しくなります。この H2 ノルムはマトラボの関数 H2 ノルムを用いることで簡単に求めることができます。それでは二次形式関数と正定行列について説明をしていきます。ここでは変数 X1 から XN までの N 個の変数と係数 AIJ イコール AJI を満たす定係数を考えます。これらを用いて X の二次形式の関数というのはこのような形で与えられます。ここでは定係数×X の I×XJ それぞれの要素ごとの積がとかけられているものがあります。そしてこれは適当な行列を設定してやると X という XI を縦に並べたベクトルを考えてそれの点値 ×A×X という形で書き表すこともできます。ここで A は正方行列であり AIJ イコール AJI を満たすことから対称行列でもあります。そして任意の X に対して X の点値 ×A×X が正の値を取るといった場合、このような行列、性質を満たす行列のことを正定行列というふうに呼びます。仮にここが0以上という形になっているとすると、これを反正定行列と言います。それでは、リアプノフ方程式について説明します。連続時間の状態方程式に入力 U を0としたものがこちらに与えられているものです。で、離散時間の場合にはこのような表現になります。そして、リアプノフ方程式はこのような形で与えられています。今、A は正方行列で、P および Q も正方行列となっています。で、仮にこの上の式を満たすような正定の P と Q が存在すれば、このシステムは全近安定であるということが言えます。離散系の場合にはこの方程式がリアプノフ方程式となります。今少し連続時間系の場合で説明をします。この X 点値 PX というものをリアプノフ関数としてやると、この値は任意の X に対して正の値を取ります。そしてこの正の値を取るリアプノフ関数が時間の発展とともに単調に減少することを示せば全近安定であることが示せます。で、具体的にこのリアプノフ方程式を満たすことによって、今 Q が正定ですので、Q を
右辺に移行してやると、マイナス9となり、で、A 点値 P プラス PA は不定ということになります。そのことから任意の X に対して、X のリアプノフ関数の時間微分がマイナスの値を取るということが言えますので、そこから安定性が示せます。リアプノフ方程式の場合は差分の形式になりますが、同様の議論で全件安定性を示すことができます。加速度制限フィルターについて説明をしたいと思います。フィルターの構造はこのようになっています。このフィルターでは、もし入力信号が加速度の制約を満たすのであれば、その信号をそのまま出力し、もし信号の制約を満たしていない場合には、満たす信号の範囲内でできるだけこの元の入力に近いような信号をユアスターとして出力するようなフィルターになります。で、具体的なフィルター構成ですが、これは入力 U の2回微分、近似微分ですが2回微分を行っています。で、2回微分を行うと加速度の成分が出てきますので、それに飽和関数を通し、それを2回積分して出力するという構造になっています。これが仮に入力の制限、加速度制限を満たしている場合には、飽和にはかかることがありませんので、2回微分して2回積分したものが出力されるという形になります。その一方で、仮にこの制約を満たしていない場合は、飽和にかかるため、この信号とこちらから出てくる入力 U の、まあ、ほとんど1、すべてを通過する信号を通した信号のこの差分を取って、この差分の値が0でなくなりますので、それがフィードバックされて、こちらに加味されると。そのような構造になっています。こちらが入力としてステップを入れた場合です。ステップ信号では、初期時刻で加速度制限を、まあ、満たすっていうのはできません。初期時刻で無限大の加速度になりますので、すごく大きな値になるんですが、加速度制限として1という値を制約として与えた場合の応答波形をこのように示しています。この黒が入力で赤が出力になっていて、それぞれ加速度制限を満たす範囲で、ステップに追従するような応答波形と U に近いような応答波形が得られていることがわかります。それでは有限静定制御について説明したいと思います。今回は離散時間の場合の有限静定制御です。離散時間システムの表現として、例えば入力 U イコールマイナス KX というフィードバックを施した場合、このような自律系が得られます。この自律系について、システムが全件安定となるためには、極がすべて単円内にあるということが必要になります。その一方で、有限時間ですべての状態をゼロに持っていく、そのような制御を施すことが有限静定になります。で、具体的に有限静定を行うためには、A-BK の極がすべてゼロであるというのが条件になります。そのような例としては、例えばこのような行列や、このような行列などが挙げられます。これによって有限ステップで状態がすべてゼロになり、有限静定が実現できます。それでは有限静定制御のパート2として、連続時間の有限静定制御について説明します。ここでは出力信号 YT を有限時間で静定させる方法について考えます。この信号 YT のラプラス変換を YS として、その出力が有限時間 L で静定するためにどうするかということについて考えていきましょう。ここでまず最初のステップとして、この GS に無駄時間を持たせるということを考えます。具体的には、無駄時間のない G1 という一つ目の項と G2 に無駄時間 E のマイナス LS を含む、そういう項を構成します。そして GS の分母多項式は G1、G2 ともに DS というふうに共通のものを持つようにします。その上で YS と目標値である RS の差を取ってやって、その上で分母多項式のコンである、極と分子多項式のコンであるゼロ点が一致するように、すなわち分母多項式のコンをすべて分子多項式のコンでと持つように、うまく係数 N1、N2 を設定してやればいいと。それが連続時間での有限静定制御の基本的なアイデアになります。それでは有限静定制御のパート3として非線形の場合の有限静定制御について説明したいと思います。ここで簡単のため状態方程式において x はスカラーと考えます。この時このような式 x ドットイコール x の符号にマイナスをつけたものとルート x の積とこのような式を満たすように入力 u を求めてやればその結果として解はこのようになります。
x が t の二次関数の形でこのような形となり、時刻 t0 という値で0に収束します。そしてこの t0 の値というのは、この状態の初期値である x0 の絶対値をとって、それにルートを取ったものが、この t0 を決めるものになります。これは一時の場合ですが、より高次の場合でも、制御リアップの不関数に基づいた議論で、この有限制定制御を行う方法が展開されています。それでは、アンチワインドアップ保証器について説明します。アンチワインドアップ保証器は、制御対象に入力の飽和がある場合に用いる保証器です。このように制御系を構成したとき、仮に入力の飽和にかからないような範囲の入力がコントローラーの指令値として与えられた場合は、制御系がうまく機能することになります。その一方で、制御入力が入力の制限を大幅に超えるような場合、その結果として、応答性能が大幅に劣化するような場合があります。そのことをワインドアップ現象というふうに言います。アンチワインドアップ機構というのは、この飽和の部分で制御器が生成した入力と実際に制御対象に引火される入力の差をフィードバックすることで保証するという保証器となります。この時、アンチワインドアップ機構によって生成される信号は、飽和にかからない部分ではゼロとなり、飽和にかかった時に信号が発生するため、飽和にかからない範囲ではこの機構が全く制御系に影響を与えないという特徴があります。では無駄時間について説明をしたいと思います。無駄時間はプロセス系などのモデル化を行った際に無駄時間を含むシステムとして表現されることが多くあります。で、具体的に入力無駄時間系と呼ばれるシステムの伝達関数及び状態方程式をそれぞれ見ていきます。まずは状態方程式として見たとき、状態方程式はこのような表現になります。制御対象 A は時刻 t での入力ではなく、そこから L 秒遅れた L 秒前の時刻の入力が引火され、それが出力に反映されるという形として表されます。そしてこのシステムを伝達関数で表現した場合にはこのような形になり、有利伝達関数と E の -LS の積の形で表現されます。通常設計の場合にこのような無限次元の項が出てくると都合が悪いので、無駄時間を禁止します。で、禁止の手法としてはパデ禁止が有名で、他にもラゲル禁止などが挙げられます。また、無駄時間を含むシステムをフィードバックすると、無限個の極が現れることから、スミス法や IMC などの手法では、無駄時間の影響が分母側に出てこないようにうまく制御されています。それでは、状態予測制御について説明します。状態予測制御は、入力無駄時間を含むシステムに有効な制御手法です。入力無駄時間を持っていると、制御対象の状態にその入力の影響が現れるまで、L 秒間は、影響が現れます。そのため状態フィードバックは困難になります。そこで入力に引火されるまでに L 秒遅れが生じる分を予測してフィードバック入力を生成し、制御対象に引火する。これによってこの内部のシステムでは状態フィードバック、通常の線形ディフェンシステムの状態フィードバックと同等の効果を得ようとするのが状態予測制御になります。で、具体的な状態の予測値は、状態の現在の時刻の値に時間発展させたものと、入力の現在の時刻の入力から L 秒遡った入力までを利用することによって、この状態の予測値を生成することになります。それでは、並列フィードフォワード保証について説明したいと思います。制御対象が不安定ゼロ点を持っているなど、制御しにくいようなケースについて、並列にフィルター F を配置することによって、見かけ上の入出力特性に不安定ゼロ点の影響が出ないような系として考えるというのが並列フィードフォワード保証になります。この時、P と F を足したものを制御対象とみなして制御するため、実際の制御対象の応答がどうなるかという部分は F に依存してくることになります。ただし、このような並列フィードフォワード保証を行うことによって、最小位相伝達関数になることから、すごく扱いやすい系として制御系を構成することができます。